はい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 。先日ドラフト会議終わりましたけども、まあちょっと早いんですけど、まあ来期のまあ戦力予想というか、まあ先発ローテであったりとか、まあ外国人選手どうなんのとか、スタメン夫人がですねどういう風になっていくのかみたいなところをですね、まあ現段階でですけども、少しね、まあ考えていきたい、予想していきたいなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、今言いましたけども、まあ戦力予想というかね、来期の、まあ巨人のですね、まあどういった布陣になるのかみたいなところをですね、ちょっとねお話していきたいと思います。まあ昨日のドラフトではですね、まあなんかいろいろ評価分かれてますと。はい、僕はですね非常にいいドラフトだったんじゃないかなというふうに、思ってるんですけども、まあなんかネットの記事なんかで見たらですね、なんか元どこかの球団のスカウト部長なんかが、なんか、ジャイアンツは65点みたいな、最低ですみたいなドラフトをね、うん、みたいなことを言ってて、まあそのまあいろんな人の意見ありますけども、まあ僕はですね、非常にいいドラフトだったんじゃないかなというふうに思うし、まあそのドラフトの意図を振り返るならばですね、やはりまあ即戦力のピッチャーっていうのはね、欲しかったですけども、やはり現状、ジャイアンツにいる投手がですね、それだけ期待ができるというふうに現場は、思ってるからですね、思ってるからこそ、うん、野手を、じゃあ重点的に、指名して、行こうかっていうような判断になったっていう風にね、まあなんかも記事がなんかでも見ましたし、まあ実際まあ見てるとですね、まあジャイアンツずっと僕見てますんで、そういったところで、まあ今年、リリーフとかね、まあ先発もそうですけども、まあ非常によく活躍した選手はいましたが、やはり2軍でね、いい成績を上げてるんだけども、まあなかなかまあそういった状況もあって、なかなか上げられなかったっていう選手もいるので、まあそういった意味でも現場ではまあそのいい投手がいて、まあ2軍でくすぶってるというかね、いいんだけどもなかなか上げられないっていうジレンマみたいなところがあったので、まあ来季以降はですね、その選手たちがまあねしっかりいたわけなんで、投手の方はまあある程度大丈夫だろうというようなところでね、うん、野手を指名したんじゃないかなというふうに思ってます。その中で、まあその高卒のね、ドラフト1位で、石塚選手を獲得したりとか、まあ非常にこの間僕、レビューさせていただきましたけども、非常にいいドラフトだったと思いますし、まあ後で、後ほどね、詳しく話しますけども、特に僕は2位の浦田選手ですかね、浦田選手なんかは、即1軍というかね、うん、の可能性は非常に高いんじゃないかなっていうふうに、思ってますんで、まあこの動画の後半にですね、来季のスタメンというか、どういうふうな感じでね、旧ポジションを争っていくか、みたいなところをね、ちょっと最後にお話しするんですけども、まあその際にもね、浦田選手がまあどこのポジションに入ってくるのかとかね、そういったところも言及させていただきたいなというふうに思っております。はい、じゃあですね、順番としてはですね、まずローテ先発の、まあ予想というか、まあどういう競争になっていくのかというところを見ていきまして、その後に外国人の、あれですよね、事情というかね、今期の、いたね、外国人の選手が、誰が退団して、誰が残るのかみたいなところを言いまして、で、最後にですね、まあ旧ポジションというか、どういうふうに、来年ね、布陣になっていくのかみたいなところを、この3本のね、柱というかね、3本でやらさせてください、今日ね。はい。じゃあですね、まず1番目、ローテ先発の予想というかね、まあどうなっていくのっていうところを、まず初めにお話していきたいと思います。はい。やはりローテというとですね、やはり菅野選手がまあメジャーに行くというふうなね、ところなんで、やはりまあ15勝、まあ貯金で言ったら12というところがね、まあ今年稼いでくれましたから、その選手がまあいなくなるっていうのは非常に大きい痛手だと思うんですね。で、まあドラフトを先ほど言ったように、まあ酷評というか、まあジャイアンツ良くないよっていう風なね、意見があるのを、やはりその菅野投手がメジャーに行く分ですね、その貯金12というところを、まあ一人ではなかなか難しいから、うん。複数人でね、やっぱりこう、埋めていかないといけないんで、即戦力を行かなければ、即戦力ピッチャーを行かなければいけなかったのに、行かなかったからっていう理由で、
評価が悪いと思うんですね。まあ、ただ、先ほど言いましたように、まあ、現状のピッチャーたちが非常にこう、若手も含めてね、まあ、若手が多いですよね。若手のピッチャー陣が伸びてきてるというふうに、現場はね、判断してるんで、まあ、金丸選手行きましたけども、まあ、そこ取れなかったら、もう野手に切り替えるというふうな、まあ、シミュレーションはしっかりしてたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、その中で、来季の先発ローテ候補というところを挙げていきますけども、まあ、後半戦ね、特に、実績があったというか、まあ、投げてました、戸郷、山崎、グリフィン、井上ぐらいはですね、まあ、非常に、まあ、確定ではないですけども、まあまあまあ、来年もやってくれるんじゃないかなっていう期待感は持てると思います。で、その他で言うとですね、赤星、堀田、横川、西舘、またき、森田、松井なんかはね、いるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ非常に、まあ今名前挙げました通り、若手のピッチャーが非常に多いなって、ほぼ20代というかね、全員20代だと思うんですけど、まあそれぐらいの、まあ息のいい先発陣というかピッチャー陣がいるので、非常に面白い争いになってくるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ今年見てましたけども、まあガフ投手がもう、まあなかなか勝てず、まあ最後勝ちましたけどもっていうところで、まあそろそろ来季にね、こう脱皮するというか、こうポンとこう、ホップ、ステップっていう感じでね、やっていってもらいたいなというところもありますし、まあ堀田投手に関しても、まあローテね、まあ、入ってたりとかね、開幕ね、入ってたりとかして、良かったんですけども、途中で2軍に落ちたりとかありましたけども、また後半戻ってきたとかいうところもありますんで、まあ非常に来季をやってくれるんじゃないかなっていう期待感はあります。で、横川投手も、まあ先発もリリーフもね、一緒に、今年やってくれましたし、非常に、いい活躍してくれました。で、西大投手に関しては、ちょっとね、まあリリーフ良かったんだけども、先発転向してっていうところで、まあちょっとこう、1ヶ月ぐらいかな ?1 ヶ月半とか1ヶ月ぐらいで、先発調整してくれみたいなところで、ちょっとこう、酷なところがあったというかね、かわいそうなところがあったんで、まあ来季、まあ僕リリーフでもう一回戻るんかなとか思ったんですけども、まあその、西大投手もですね、やはりまあ今年、まあ、ジャイアンツの投手陣見てるとね、先発でこう、駒にね、悩まされたっていうところはあるので、まあ、チームとしては先発やってほしいんじゃないかなっていうところはあるんですね。まあ、リリーフもね、日大投手を書いてても、まあ、後半良かったんでね。そういったところで先発の方が、いいんじゃないかなっていうふうにね、僕思うんですね。で、またき投手も、まあ、ウィンターリーグにね、参加したりとかっていうところもありますんで、まあ、期待はされてるというところですね。で、森田投手も、まあ、怪我しましたけども、ね、後半に復帰して、まあ、2軍戦投げてたりとかしましたし、で、松井投手もね、非常に力あるんだけども、今年あまり登板がね、なかったっていうところがあるんで、まあ、巻き返したいというかね、絶対こう、やってやるぞっていう気持ちもあると思うので、そういった意味で、まあ非常に若い力のあるピッチャーがね、たくさん並んでると。だから、まあはっきり言って、あんまりね、変わらないと思うんです。今現段階で言ったら評価もそうだし、力もそこまでね、変わらないと思うんですけども、まあこのオフであったりとか、まあそういったところでね、トレーニングどれぐらいできるか、どれぐらい技術向上できるかっていうところ、どんだけコツをつかめるかっていうところで、まあこの今言った赤星、堀田、横川、西舘、またき、森田、松井ぐらいのこのピッチャーが、まあ2枚3枚ぐらいね、ポーンとこう、レベルがパーンって上がってくれたら、もう相当いかついやろうなっていう。相当多分もうここ、今後、5、6年はもう本当に、だいぶ安泰なんちゃうかなっていうようなね、ピッチャー陣を作っていけるんじゃないかなと思うんで、そういったところで、まあ、やはりね、現場もね、そういう風に思ってるんじゃないかなっていうところで、まあ、野手に踏み切ったんちゃうかなと思います、ドラフトでね。はい。で、次ですね、外国人、外国人助っ人というところをちょっとね、お話していきたいんですけど、今言われてる中で言うと、まあ、ケラ、ヘルナンデス、グリフィン、この3名には、まあ残留というか、残留要請というか、まあおそらく残留するだろうというふうにね、今言われてますと。で、バルナナ選手がちょっとこうね、どうなのっていうところあったんですけども、まあ非常にその海外の、その、まあ結構有力なその情報網の人というかね、情報者の人から、バルドナードは2年契約してるんじゃないかっていうようなね、X での発言もあったんで、おそらくバルドナードもまあ残るんじゃないかなっていうふうに個人的に思っております。で、あと、モンテスですよね。モンテスはちょっと流動的というか、まあ、どういう風になってるのかっていうところですね。まあ、契約した時はですね、まあ、来季を見据えてみたいなね、吉村さんのコメントもあったんで、来季もね、いるのかなという風に思ったんですが、やはり、ちょっと後半戦で、ね、あまりにもこう、
状態が悪かったっていうのがあったんで、少しちょっと印象が悪かったんちゃうかなと思います。ただ、まあ僕的な意見を言うと、まあ非常に前半戦で、ね、というか来てくれてからですね、非常にいい活躍をしてくれてましたんで、僕は残してほしいなっていうところはあったんです。非常に打撃のね、レベルも高いですし、まあね、レフト行きますって言ってね、献身的なね、そのチームに貢献しようという気持ちも含めて、非常に、ナイスガイというか、非常にいい、そういった意味でも良かったなというふうに僕は思ってるんで、まあ残してもらいたいなというところはあるんですが、やはり、まあ現場の意見と、まあ僕が思ってる意見は、まあ多少ね、やっぱ違うところはあると思うし、まあその、まあ外国人をね、まあ新助と取れる取れないとか、FA で取れる取れないみたいなのがいろいろあるので、まあそういったところでモンテスは流動的っていう風にね、なってるんじゃないかなと思います。で、まあちょっと補足というか、まあその FA というところ、FA 補強というところについてもお話していきたいんですけど、まあなんかその、今年捕手ですね、ドラフトで指名するかなっていう風に思ってたんです。ただ、捕手の指名がね、支配下になかったっていうのがあるんで、もしかしたら、大城さんはね、FA で残っ、FA 権を行使せずに、残ってくれるんじゃないかな、とも思いますし、まあ、ソフトバンクの甲斐さんもね、まあその、おそらくジャイアンツもね、取りに行くとは思うんですが、やはりお金の面だけで言ったら、ソフトバンクにはなかなか勝てないっていうところがあるし、まあソフトバンクもね、非常に、強いですし、まあ甲斐さんが必要だというふうには絶対思ってますから、そういったところでなかなか出さないんじゃないかっていうかね、出さないように、資金面であったりとかいろいろね、こう、やるんじゃないかっていうところで、まあこの今年ね、今回のドラフトで捕手を取ってたら多分、なんて言うんだろう、大城さんの流出のね、時の、予防というか、その、保険というかっていうところで取ったりとか、まあ、そういった意味かなというふうに思ったんですけども、まあ、キャッチャーの指名が試合下でなかったんで、そういった意味で、まあ、大城さんが残ってくれるのじゃないかなというのも思うし、甲斐さんもちょっと取れなさそうだなと、もしかしたらジャイアンツのフロント陣が思ってるんじゃないかなっていうふうに僕、思いました。で、まあ、大山選手もまあね、取った方がいいんじゃないかっていう意見がすごくあるんですけど、まあ、僕もね、取った方がいいっていう意見なんですが、あ、やはり、なんかその、今年ね、二遊間が結構取ったじゃないですか。二遊間の選手ね、1位も2位もね、まあ二遊間で守ってると。まあ、コンバットとかあるかもしれないですけど、まあ二遊間の選手取ったっていうところで、まあ二遊間を厚くしたかったっていうね、水野さんとか安倍さんのコメントもあったんで、そういったところで、まあ、大山選手もどうなのかなっていうところね、岡本選手もまあ FA を、県というかポスティングでメジャーに行かないみたいな感じなんで、そういったところで、僕はこのタイミングで、大山選手を取っといた方がいいんじゃないかっていうところは考え的にあったんですが、大山選手もまあ取らないんちゃうかなっていう感じがね、してきたし、うん、そうですよね。まあ来年サードとかにはですね、僕は中山選手が結構入ってくるんちゃうかな。まあなんか X ではなんか外野にコンバートした方がいいんじゃないかっていう意見もあったりするんですけど、でも実際外野いるんでね。外野マジでいるから、うん。だから、若いのもいるし、まあベテランもいますけども、だから僕はサードっていうところで中山選手が結構ね、この争いに加わってくるんちゃうかなっていうふうに思ってるんですね。で、最後、まあ、夫人というところ、ね、スタメンというか、まあ、旧ポジションのところをちょっと見ていきたいんですけど、まあ、キャッチャーで言ったら僕、なんか、大城さん出ない感じしてきましたね。はい。岸田、大城、小林。まあ、これでも来季行くと思いますと。でも、ただ、まあ、小林さんの扱いに関しては、まあ、菅野さんがね、メジャーに行くというところで、まあ、ちょっと、で、山瀬捕手が出てきたりとか、そういったところは、まあ、来季ね、予想としてあるんちゃうかなと思います。で、ファーストに関しては、岡本選手と、まあ、大城さん僕出ていかないっていうふうに、ね、思ったんで、岡本大城というところで、まあ今年と同じような感じでいくんちゃうかなっていうところですね。で、セカンドはもう吉川選手で安泰ですよね。まあちょっと今、脇腹とかやったりとか、岡本選手もね、腰が痛くて、プレミア、辞退しましたけども、やはり吉川選手を欠いて、で、岡本選手が腰を怪我しててっていうところで、やっぱりヘルナンデスも状態がね、まあ手首の状態がまあ完璧に治らずに来てっていうところがあったんで、やはりそういう状況だとやっぱりなかなか厳しいなっていうところは、やっぱありましたよね、後々考えるとね。はい。で、サードに、まあ、坂本選手、岡本選手。で、ティマ選手も非常に面白いというところがあるんで、まあ、来季もまあ、2軍が主戦場で、主戦場で、まあ、1軍にちょいちょい来るみたいなところかなとは僕は個人的に思ってるんですけども、
まあ、ティマー選手だったりとか、先ほど言いましたような中山選手というところが、まあ、サード守っていくんじゃないかっていうふうに予想してます。で、ショートですけど、まあ、門脇選手と僕は先ほど言ったように、ドラフト2位の浦田選手ですね。この選手が入ってくるんちゃうかなと思います。で、実際、まあ、プレーをね、ジャイアンツのユニフォームを着て、プレーをしているところを、まあ、実際に見たわけではないんで、まあ、断言することはできないんですけども、僕は伊豆口選手より、浦田選手の方が現段階でも植えちゃうかなっていうふうに思ってて、特に大きいのはですね、まあ、スピード感があるっていう彼にはね、いうところがありまして、まあ、実際、そんなホームランは打てないと思いますけども、まあ、ちょこちょこ系だと思いますが、やはりあのスピードと、まあ、守備も見ましたけども、まあ、そのスピード感を生かした守備、まあ、グラブさばきも含めて、まあ、もう守備と走塁でやったら、まあ、一軍レベルにも今、いるかなというふうに思いますし、投げに関しても、まあ、すごくミートがうまいバッターっていうところで、まあ、三振も少なかったんでね、大学の成績見ても。うん。そういった意味でも、まあ、安倍さんって、ああいう現役時代豪快なホームランね、たくさん打ってきましたが、結構足を使った野球とか小技とかっていうのはすごく僕が2軍で一緒にやらせてもらった時から好きだったんで、そういった意味でもこの浦田選手っていうのは非常にこう、まあ、安倍野球にフィットするんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってます。で、来季の外野ですけども、やっぱり若林選手とか、やっぱ秋広選手出てこないといけないですね。もう本当に出てこないといけないですね。マジでやばいですね。はい、来季本当、頑張ってもらいたいと思います。で、まあ、長野さん、まあ、丸さんとかね、レフトだったらそうですよね。で、センターだったら、オコエ選手とかヘルナンデスっていうところですね。で、ライトで言ったら、まあ、丸さん、浅野選手、萩尾選手、オコエ選手、まあ、佐々木選手とかね、まあ、岡田選手とかもいますけども、まあ、そのあたりが、まあ、競争になってくるんで、今、名前言っただけでも、まあ、外野の選手って結構ね、多かったりするんで、まあ、丸選手とかね、まあ、長野選手は、まあ、ベテランっていうところありますけども、やはりね、若手でもね、やっぱもう僕はね、本当、秋広選手には絶対出てこないといけないというふうに思うし、まあね、若林選手もね、ちょっとこう、肺炎というか、肺に穴が開いたみたいなところで入院とかしてましたけども、まあ来季はね、まあしっかり治ってやってくれると思うんで、まあ非常に能力高い選手なんで、そういったところでね、本当にこう、まあ来季ね、こんだけ数がいるんで外野にもね、誰が守ってるかっていうのをね、今年の初めに予想したのと、最後の終盤にね、例えばオコエ選手が出てたとかっていうのは、なかなかこう、みんな予想できなかったんちゃうかなとも思うんで、そういったところで僕今予想しましたけども、なかなか特に外野っていうところに関しては、まあ打撃の状態とかっていうのも大きく影響されますし、すごく難しいんじゃないかなとは思いますが、若手の選手はね、やっぱりこうほんまに、丸、長野っていうところはもう本当に押しのけていかないといけないというかね、うん、もう僕らがやりますよっていうぐらいにね、しっかり成長していかなければいけないかなというふうに思うので、まあ投手陣のね、先発ローテというところの争いも若手の選手が多いですし、まあ外野に関しても来季は本当に若手の選手チャンスかなというふうに思いますので、来季もね、ジャイアンツ、すごく面白いチームになっていくんじゃないかなというふうに、現段階で思っております。はい、そんな感じでね、まあいろいろペラペラ話してきましたけども、皆さんね、非常に、ジャイアンツの情報であったりとか、ジャイアンツに詳しい方がいる非常に多いですので、ぜひね、意見いただけると嬉しいと思ってます。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。